ある人の技の名前が実はこういう設定で過去こういうことがあったからこういう技の名前ですよとか、そのなんかまあ、普通鬼ってまあ人間を襲う側なので、殺せば終わりじゃんなんだけど、鬼になった人っていうのはこういう人生があったので結局こうなったんですよっていうので、その全員が全員悪い人じゃないんだよね、みたいな設定だったりするので、で、割と自由の人も死んだりするので、夢落ちではなく煉獄の物語で、それは一夜目から一貫していると思います。吉原ソープで社員として働いているんですが、今後日本の付属店はどうすれば発展しますか？社員として働き続けるのはリスクがありますか？まあ、外国人向けで割といい思いができたと思うんですけど、なかなか厳しくなったと思うので、多分風俗はかなり削り合いになってくるので、もし辞められるんだったら辞めちゃって他の職種に行った方がいいんじゃないかなと思いますけど、で、外国人が来るようになったらまた戻ればいいんじゃないでしょうか。あ、じゃ皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。